人気お笑いコンビサンドウィッチマンが今年も宮城米の魅力を全国に PR します。2人が出演する新しい CM が今日東京でお披露目されました。新 CM の発表会には宮城米メッセンジャーを8年連続で務める宮城出身の人気お笑いコンビサンドウィッチマンが登場しました。 CM では JA グループ宮城がブランド力アップに力を入れている一目惚れ、笹錦、つや姫、伊達政宗を頬張り宮城米を PR します。宮城米いただきます。何にでも合う米、寿司にぴったりな米、つやつやな米、米だけでいけちゃう米、まさにうまべら、取るなよ、開け食欲、宮城米。今日はサンドウィッチマンの2人が炊きたての一目惚れを味わい宮城米の魅力を語りました。いただきます、はい、ソーセージ米米を食えよ。ソーセージじゃねえんだよ。すいません。いただきます。おいしい。おいしい。まず、やっぱりお米だけ食べた方がいいですね、最初に。最初に。最初ね、一口目ね。で、お米のその甘みとか旨みを感じてからおかずいってほしいですね、うん。そうですね、ぜひ。おいしい。本当に。素晴らしいお米。新 CM は明日から県内のほか関東、関西、中京の各地域で放送されます。